村上隆村上隆村上隆1962年、昭和37年2月1日帯は、日本の現代美術家、ポップアーティスト、映画監督、有限会社、海会危機代表取締役、元カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員教授。学位は、博士、美術、東京芸術大学1993年、平成5年。 1962年、昭和37年生まれ、東京都板橋区出身、本郷高等学校を経て、二郎の後、1986年、昭和61年、東京芸術大学美術学部日本画家卒業、1988年、昭和63年度、大学大学院美術研究科修士科修了、修了制作辞席、1993年、 平成5年同博士後期家庭修了、博士、美術。日本美術ンド人で、日本画家の村上雄二は弟。自らの作品制作を行うかたわら、芸術イベント、芸祭プロジェクトのチェアマンを務め、アーティスト集団、開会機、器、開会機器を主催し、若手アーティストのプロデュースを行うなど、活発な活動を展開している。同集団は、アメリカのニューヨークにも、 をを管理するエージェントオフィスを持つ一方、精神科医の斉藤玉樹は、批判者の言説は、村上隆は、日本のオタク文化のいいとこどりをしただけとの単純な論理によると捉え、そのような論理は、根本的に誤解であり不当な批判を行って意として、厳しく非難している。また、村上の作品はオタク文化から影響を受けて、いるだけでなく、 それを消化させてオタク文化に影響を与えてもいると述べている。村上曰く、マティスのような天才にはなれないが、ピカソやウォーホール程度の芸術家の見た風景ならわかる。彼らの行ったマネージメントやイメージ作りなどを研究し自分のイメージ作りにも賛美している。自身に批判的なツイートを公式リツイートすることで、炎上商法、炎上マーケティングを行っていると、 ツイッター上で公言している。キャリーパミュパミュのポンポンポン2011年のプロモーションビデオの発表以降、それに登場する目玉や世界観が自作品と類似性があると問い合わせがあり、2013年10月頃よりそれが急増したとして、2013年11月18日に自身の作品は2000年に誕生したものであり、 一切関係ないことを自身のサイトで公表した。生来のアニメ好きが講じて、高校卒業後にはアニメーターを志した。尊敬しているアニメ監督は、宮崎駿で未来少年、コナミやルパン三世カリオストロの城を見て、アニメーションの仕事に就きたいと思っていた。しかしながら挫折し、同じく以前から興味のあった日本画を習い、二両の後に、 東京芸術大学に入学した。同大学では美術学部日本画家に学び、1986年昭和61年の卒業時には横を向いた自画像、東京芸大美術館書像を制作、提出。1988年昭和63年に東京芸術大学大学院修士課程の修了制作が主席とならず次席であったために、 日本画家への道を断念する。1991年、平成3年には古典、隆富屋を開催、現代美術家としてデビューした。同年、ワシントン条約で取引規制された動物の比較で作ったランドセルを展示する、ランドセルプロジェクトを展開する。1993年、平成5年、東京芸術大学大学院の美術。 研究家博士後期課程を修了。美術における意味の無意味の意味をめぐってと題した博士論文をもって、同大学日本画家で初めての博士号取得者となった。1994年、平成6年には、ロックフェラー財団ノックグラントを得て、PS1 アートプロジェクトの招待を受け、ニューヨークに滞在した。1998年、平成10年に、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校美術建築学部客員教授2001年平成13年にアメリカロサンゼルスで展覧会スーパーフラッツ展が開催され全米で話題となる2005年平成17年4月ニューヨークで個展リトルボーイ展を開催自身の作品のほか、ジャパニーズオタクカルチャーや日本人アーティストの作品が展示され また、リトルボーイ店では、父親あたる、戦勝国アメリカに虚勢され温室で、ぬくぬくと越え続けた、怠慢な子供としての日本と、そうした、環境をゆえに派生した、危険文化としての、オタクカルチャー。それがゆえにオタクカルチャーのきっかけはアメリカにもあるのだ、との考えが提示された。翌年2006年、平成18年にリトルボーイ店は、キュレーターに、送られる世界で、 唯一の賞であるニューヨークの美術館開催の最優秀テーマ展覧会賞を受賞した。2001年、平成13年アート制作、映像制作や所属アーティストマネージメントなどを企画、運営、販売等、芸術事業の総合商社、有限会社、開会機器と起業する。また、事業部として、アニメーションスタジオ、スタジオパンコタン、スタジオポンコタンを立ち上げる。 2005年、平成17年1月末より PHS 会社、ウィルコムの CM に出演。近年は、六本木ヒルズのトータルプロデュースの一員や、イメージキャラクター、六六星人のデザイン、フロアガイド冊子のデザインを手掛けている。また、ルイヴィトン・ミーツネオ・ジャポニズムと題し、高級ファッションブランド、ルイヴィトンをクライアントとするコラボレーション性などを発表。2006年、 平成18年に、リトルボーイ店の成果として、芸術戦勝文部科学大臣新人賞を受賞した。2007年、平成19年、カニエ・ウエストのアルバム、グラジュエーションの、ジャケットデザインを担当。2008年、平成20年、ベータイム誌のザ・ワールド・エスモスト・インフルエンシャル・ピープル・ザ・2008タイム100、世界で、 最も影響力のある100人から2008年度版に選ばれた。2008年、平成20年、GQ、Men of イヤー y a 2008を受賞。2010年、平成22年に開催されたシンポジウム、クールジャパノロジーの可能性では、アート界における、クールジャパンの戦略的プロデュース法、ミスターの場合と題した講演を行った。講演では、日本の漫画やアニメ、及び、 それらを生み出した日本自体を肯定的に解釈し、それらの前提のもと、今日では、クール・ジャパンと呼ばれている、寒天日本人作家作品によって、いかに西洋アート界に体現させていけるか、とのテーマについて初期から全身的に取り組んできた、奇跡を発表した。2010年、平成22年10月に、雑誌、スパーフラットを創刊し、創刊号では、 ジェフ・クーンズとの特別対談や、村上隆、東博、ま・ひろ沢・良ギ黒瀬洋平、梅沢脇、藤城嘘、福島・両大、浜野里氏らの記事が掲載される予定であった、未刊行。2016年、平成28年3月に、村上隆の500ラカン図展の成果として、平成27年度、第66回芸術選奨文部。 科学大臣賞を受賞した。総監督を務めるアニメ6 h p シ h e a r t Princess が12月30日より放送され、1時間枠のうち22分を戦画状態で未完成の第1話の放送に当て、残りは制作経緯や村上の謝罪といったドキュメンタリーの構成になることが明かされた。その後2017年9月には完全版が放送され、 2017年12月23日には第2話が放送された。芸祭、芸祭とは村上隆主催の若手アーティスト向けのアートイベント。2002年、平成14年より継続的に開催している。これまでに AKB48、桃色クローバー、平野綾、ら、アイドルや声優がパフォーマンスで出演した。有限会社、開会機器とは、 2001年、平成13年に設立された村上隆氏が代表取締役を務める企業。1996年、平成8年に設立されたヒロポンファクトリーが前身である。アーティストやサポートスタッフを正社員やアルバイトとして雇用し、開会機器ミヨシスタジオ、ミ好シ工場などにて創作活動に従事させている。 若手アーティストの育成スタジオ、チャンバでは、密教的と村上が語るほどに危険な修行が行われている。具体的には、アーティスト自身の内面の深部を掘り下げる目的の村上との問答が、安全面に関する一定の配慮を払いつつ毎日、繰り返されている。一方、アーティストに、一般社会における、礼儀作法も求めており、村上は、日本のアーティストは、 礼儀作法が分かっていない結果、すぐに恨んだり、切れたりすると批判している。また、東日本大震災発生後に、村上は毎日、開会危機スタッフに対して、労働基準法を盾にして主張する若者とは、芸術の異念闘争を戦えないと趣旨で、通常モードの会社員として雇用されたい人は辞めて、欲しいと葉っぱをかけた。また、村上が監督を務める映画、 メ,メメメのクラゲの制作や、開会危機札幌スタジオパンコタンにてアニメ作品、シックスハートプリンセスをアニメーターを雇用して、制作している。他にも、芸祭審査員を務めた、黒瀬洋平の口述の、カオスラウンジへの加入や、カオスラウンジ参加作家、ジャンサット、オビー。現在は、アーティストとして、今後一切の活動を行わないことを宣言している。 森継稽古の開会危機器アーティストとしての採用、カオスラウンジ参加作家の開会危機器開催の展示会、アービスト展、アートドスエ、京都芸術物産展、平成部祭への出展など、外部団体との人材交流も生じている。ちなみに、開会危機器は2015年、平成27年9月30日現在、マンダラケの発行済株式総数の1.69%を、 保有する、第9位の大株主である。カオスラウンジは、もともと、イラスト投稿サイトピキシーフのユーザーによる、オフ会としてのグループ店、ポストポッパーズが前身であったが、カオスラウンジ2010イン、高橋コレクション日比より、芸イクリティカルメディア審査員であった、黒瀬洋平が、カオスラウンジに加入し、現代アートとしての理論補強が行われた結果、従来、カオスラウンジが持っていた。 ピキシーフユーザー不快の性質が発展的に解体され、現代アートの文脈に接続されることとなった。カオスラウンジ2010院、高橋コレクション日比谷では、村上隆自身の作品も展示され、また、美術専門誌、美術手帳2010年5月号への閉じ込み付録のカオスラウンジ特集広告の出稿、開会機器が運営しているギャラリーにおけるカオスラウンジフェスや、 ピキシーフがメンタンフェスタの開催、カオスラウンジ2010インタイワンのプロデュース、展示作品、破滅ラウンジの購入などの支援が行われている。有限会社開会機器が運営しているギャラリー、開会機器ギャラリー、ゲ載サイギャラリーを除き、いずれのギャラリーも中野ブロードウェイ内に所在している。出版 DVD、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。